あれ、スバローグが子供たちとお話ししてる。珍しい。何かあったんでしょうか。クラーラ、お帰り。外から来た者も連れてきたのだな。それから資料検索中。ペラゲア・セルゲーブナ、シルバーメインの情報官。はじめまして。はじめまして、スバローグさん。あ、クラーラお姉ちゃんが帰ってきた。クラーラお姉ちゃん、こんにちは。二人とも何か用があってスバローグに会いに来たの？この二人の子供は怪しいパーツを見つけ、それを私に届けることで賞賛と引き換えようとした。しかしこれらのパーツの出所は不明で、実用的価値がない。計算だけでは断定できない。実用的価値がないパーツ？見せていただけませんか？もちろん、好きにするといい。やっぱりこれも歯車と知恵から取り外されたパーツです。しかも私たちが見つけた数よりはるかに多い。なんだか情けなくなりますね。妹と集落の近くで遊んでたら、大人たちがこのパーツをどうするか相談してるところを見かけたんだ。すごく変なことを話し合ってた。とにかくすごく怪しくて、人前ではできないような話ばっかだった。それで妹と近くで盗み聞きしてたら、そいつらいつの間にかグーって寝ちゃって。だから二人でパーツの入った箱をこっそりここまで持ってきて、スワローグさんに返そうと思ったの。あなたたち、なんて危険なことを。万が一その大人たちが目を覚ましていたら、一体どうなっていたと思いますか？私とお兄ちゃんはただ役に立ちたくて。あ、泣かないでください。いいですか、このパーツはスバローグさんが落としたものではありませんが、あなたたちはちゃんと役に立ちました。まだ事態の整理ができていないが、それがあなたの頼みなら、よくやった少女よ。スバローグ、優しくなったね。本当に僕たち役に立った？やった！これだけのパーツが集まったのなら、少なくとも歯車と知恵の大体の構造は復元できるでしょう。ただあの二人の子供が言っていたことが気になります。どうやらこの集落でも展示品の窃盗に関わった人物が活動しているようですね。すぐにシルバーメインと知恵に連絡して、ここを徹底的に捜査してもらいます。ですがこれ以上時間を浪費して事態を悪化させないためにも、まずは集めたパーツを博物館に持って帰りましょう。時間があるときはちゃんと休むのよ。僕
濡らさないようにね。分かっていたら助っ人を呼んだのに。ですが見てください、この完成形なかなかのものではないでしょうか。私たちは全てのパーツを取り戻したわけではありませんので、専門家に頼んだりしたらバレてしまいますから。ですがこの出来栄えなら設計図を片手に何十時間も見比べたりしない限り違いはわからないと思いませんか。ここまで復元できれば上出来でしょう。お見事です。歯車と知恵という目玉展示品を取り戻せましたし、これで工業館も一般公開できますね。もし今でも博物館の経営に興味があるのでしたら、もう一度エリスさんに声をかけて工業館の開放について話し合ってみてもいいかもしれません。私は引き続き他の盗難品の調査に移ります。スワローグさんの縄張りで決定的な証拠が見つかるといいのですが、なんだかもうすぐ黒幕にたどり着けるという強い予感がします。何か新しい情報が入った時はすぐにあなたにお知らせしますね。